I love you 軍 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 I love you TV之前大家走访过包括米兰巴黎，那这一次呢要回到我的主场东京，因为我之前在东京从小学的时候到现在已经来来回回不知道多少次了，特别是后来我在东京住了一段时间，那么这一次我想要跟我日本的一些好朋友，时装界的好朋友们分享在东京的时尚秘密。こういうのもさ、いいでしょ、ポロッとしてて、なんかこれも多分、何十年以上、うん、そうだね、そのまま最初からだから、多分100年近いと思いますね、はい、100年、うん、で、ここが本館で、うん、この看板も素敵素敵です、うん、日本民芸館、ここが有名なんですね、そうですね、柳宗悦さんという方が、はい、まあ、民芸、まあ、工芸ですね、はい、そういったものをこう独自の自分の審美眼で選んだものをこう飾って、まあ、収集されて飾られて置いているっていうものなんですけど、もう何だろう、第二次世界大戦以前に建てられたものですから、でそういった収集されているものも、まあ、その辺りの1920年あたりから集められたようなものとかずっと飾られてるんですね。100年ぐらいもあって、そうですね、だから今はすごく価値のあるものとして皆さんこうやって見に行きますけど、その当時はまあそういったものでもなかったようなものを彼はまあすごく美しいとしてまあチョイスしていったわけですね、選んでいったものっていうのがあって、まあなんだろう、なんだろう、名もなき職人たちのすごいこうアイデアとか、その暮らしの中から生まれてくるそういった 美っていうんですかね、うん、まあ、そういったものがこう詰め込まれた、道具ですよね、うん、まあ、焼き物も含めて。なるほど、じゃあ杉澤さんも例えば仕事とか、はい、あのスタイリングの発想するとき、この民芸館 の何か影響されてる。そうですね、まあ、やっぱり洋服でファッションの業界にいると、僕なんか常にやっぱり例えばミラノ、パリ、ロンドン、ニューヨーク、そういったところに行って東京も含めて新しいもの、うん、新しいものっていうものをどん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 こう見て消化するわけですけど、はい、やっぱりどっかでこうもうちょっと原点回帰ができるようなもの、真に美しいもの、はい、でそういったものにもすごくこう、うん、なんだろうな、グッと心を響くものっていうのがありますよね、常に、うん、だからまあなんかそういうものをこうこういうところに来ると、はい、そういうのがこうすごく感じれるじゃないですか、うん、だからまあ日頃のそういったまたファッションの、それがまた生きてくるっていうんですかね、うん、新しいものを見る目と、気持ちいい段階で分かりますよね、そういうのをこう行ったり来たりできる、まあ、いい場所ですね、よりどころとしてはここは素晴らしい場所です、うん、私もあの例えば海外 のイノーナーシティ行く時も、うん、あの絶対必ず博物館とか行くんです、でも逆にあの大きな博物館よりこういう感じの本当のディープな美術館とか博物館が一番好き、ね、それは本当 のこ の現地 の文化を表現するというそういう感じがしますね、いいですね、なんかねこう建物見ただけでもちょっとうーん気持ちいいでしょ、いいですねなんかすごく日本っぽい、そうですよね、日本という感じがしますね、あっちがベッカーね、綺麗ですね、すごい、だからこういうのがずっとね残っていくといいなと思うんで、うん、次の世代とかその次の世代にもね、はい、伝わるように残ればいいなと思います、はいはい、
こんにちは。ありがとうございます。はじめまして。リーです。もうどれも美味しいです。どれも美味しいですか。どれも美味しい。スレザーは全部。僕はもう最近、だいたいいただきましたが、まあ、これまでこれは食べてないですね。この高級なのはね、これはまだ食べてない。そうですか。でも僕はこれが好きで、ペルシュ、これも日本で作られている、岐阜で得られている生ハムなんです。パルマで使用されている。さっきも聞きましたけど、出汁が入っているみたいな。なんか出汁っぽいね、味がする。そう、どうなんですかね。ペルシュの特徴っていうのは何なんですか。そうですね。やはりイタリアの豚と日本の豚は違うということがはっきり出ていて、はい、その出汁が入ってるわけじゃないですけども、やはりその優しい肉の味っていうのがやっぱり全面的に出てるんですね。この作り手さんはすごくその上手に肉の質をこう出してくるっていうその技術があるので、はい、ですからまあ、日本の豚っていうのはなかなかそのハムにされてこなかったんですけども、はい、それを上手に美味しいきちんとした生ハムにするという技術があるんですね。ですからそういう風な良さが出てるんですね。やっぱそこがすごいちょっと他とは違うんですね。なるほど。それが良さですね。なんかね、食べやすいです。食べやすいという言い方も良くないか。この前例えばまあまあメロンとね、そういう、まあ、本当にスタンダードなイタリアンスタイルでもちょっと合いますからね、はい、そうですね。不思議なことに美味しいですよね。食べてみたいですよ。でしょ。今ちょっと後で買います。ああ、今食べます。買ってください。あ、はい、台湾に持って帰ってください。持って帰れない食べないと分かんないですね。そうですね。フレッシュなものは知ってます。知ってます。美味しいでしょ。美味しい。あ、ありがとうございます。はい、しなお。はい、美味しそう。いただきます。大丈夫です。ペロッといってください。これね、いただきます。はい、お、美味しい。よかったでしょ。全然違います。普通の生ハムと比べました。美味しい、うん、じゃあもう一個ね、これ我觉得它是那种外面，虽然他们说他们没有那个把西放在里面，可是感觉就是因为它的制程，它选的这个可能饲养的过程，所以它会让它非常的有这个很 juicy 的感觉，非常的好吃，すごく美味しい。嗯，美味しい。北京語で好吃，好吃，好吃。好吃，好吃，好吃，是的，好吃，可爱，好吃，好吃，超好吃，超好。其实我自己平常呢，在工作完回到家，我就会这个放个爵士乐啊，然后配一些生火腿，喝一些红酒，然后配 cheese 这样的习惯，因为我一直觉得这是我个生活里面最放松的时刻，所以。今天这个佑真彭叔带我，他推荐我这个 Piatti 这间店，我真的觉得如获至宝，因为里面卖了非常多，我觉得超级美味的这个 Nama Ham 生火腿，还有这个一些意大利的 cheese。那我觉得它里面有一个重点，就是所有的东西呢，钢铁先生都坚持是来自意大利的食材。当然有一些很特别的，比方说我品尝那款是日本产的这个生火腿，可是我觉得他对这个意大利食材的坚持，那就是一种职人的灵魂哦。所以你从他的店头的招牌就可以看得出来。然后呢，他有中间有一段时间，我们今天很幸运，因为他现在在东京，但他再过一阵子呢，又要去意大利出差了。所以如果你有来东京的话，我非常推荐，一定要记得来 Piatti。